2013 J リーグディビジョン1第11節、これから浦和レッズ対鹿島アントラーズの一戦を生中継でお伝えしてまいります。今日の舞台はこの埼玉スタジアム2002です。大きな大きな歌声が響いてまいりました。浦和レッズと鹿島アントラーズ、伝統の一戦ということになります。雨がずっと降り続いています。気温が 17.3 度、湿度が 88% です。改めて放送席ご紹介します。今日は水沼貴史さん、そして福田正博さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと水沼さん、はい、雨が強いんですよね。そうですね、ピッチは問題なさそうですけどね。はい、そして福田さん、はい、順位的にも4位対3位、浦和レッズが勝ち点が17、アントラーズが勝ち点19、非常にいい上位決戦じゃないですか。あ、本当そうですね、浦和の場合は1試合少なくてこの勝ち点ですから、はいはい、まあ、そういう意味ではしっかり裏の方のサイドに立つと勝ってというふうな思いは強いでしょうね。うん、前節までの順位表です。ご覧のようにトップは大宮ですが勝ち点26、これは水沼さん、はい、本当にいいスタートを切りました。素晴らしいの一言でしょうね、はい、そしてマリノスがつけて、その下に浦和レッズ、鹿島アントラーズということになりますが、アントラーズが3位、4位が浦和レッズ。さあ、いよいよ選手入場です。これがレッズとアントラーズのこのところの戦いぶりです。勝ち点17、4位が浦和レッズ、勝ち点19、3位が鹿島アントラーズです。大変大きな音響でいよいよ選手入場です。さて、雨の中行われるこの埼玉スタジアム2002、浦和レッズ対鹿島アントラーズ。まず水沼さん、はい、今日のゲームですが J リーグ20周年記念、浦和レッズが通算最多観客動員数を誇ります。はい、鹿島アントラーズが J リーグ通算最多優勝回数7回誇ります。はい、いい顔合わせですね。そうですね、お互い、まあ、本当に観客動員数というのは人気の証明だと思いますし、はい、常にこれだけのスタジアムをたくさんのお客さんを集められる浦和レッズ、まあ、対する本当にタイトルホルダーといっても過言ではないと思いますが、常に上昇、まあ、ここに書いてありますけども、うん、その鹿島、本当にいいカードになりましたね。ただ福田さん、はい、レッズのコンディションといいますか状態でいいますとね、大宮戦、清水戦と負けて、そしてセレッソ戦が引き分け、ここ3試合ちょっと勝ちがない。そうですね、なかなかこう思うように点が取れずにですね、はい、まあ、少ないチャンスを相手にものにされて、うん、こう負けて星を落としていくという試合が続いてましたけど、まあ、前節ですね、はい、まあ、原口が久しぶりに戻ってきてですね、そうでした、まあ、同点ゴール取って素晴らしい点がありましたね。はい、まあ、浦和のサッカーはパスサッカーだと言われてますけど、やっぱそこにドリブルというのは非常に重要になってくるんで、うん、まあ、原口が戻ってきたんで、はい、またこうチームとした勢いが戻ってくるのかなというふうに思ってますけどね。あのドリブルの距離は凄まじいものでしたね。あの70メートルぐらいですね、最後やっぱりバランス崩さないですね、はいはい、よくシュート打って決めたと思いますね。見事なゴールだったと思いますね。あの時は時間限定、今日は90分 OK というゴーサインが出ました。原口はどんなプレーをコンテの前で見せることができますか。いよいよ選手入場です。両チームの選手が今横一列に並びました。さあ、楽しみな浦和レッズと鹿島アントラーズの一戦です。まあ、これから選手に激励の握手があります。ちょうど今第2日本サッカー協会会長、そして大東チェアマンの姿が見えました。今両チームの選手に並びに審判団に激励の握手。今日は J リーグ20周年記念アニバーサリーマッチ、埼玉スタジアム2002より生中継でお送りしています。
これは水沼さん、はい、選手の中にも今日は特別なゲームなんだという意識はあるでしょうね。もちろんそうでしょうね。今日の雰囲気もそうですし、ゲーム前にはセレモニーも行われてますし、はい、まあ選手にとってはこう武者震いというか、うん、こういうステージが大好きな選手もいるでしょうしね。本当ですね、はい、そしてこの舞台にピッチに立てるという大変な光栄があるわけですね。これ福田さん、はい、今バックスタンドには綺麗にフラッグが大きなフラッグが飾られましたが、このサポーターが本当に今日のゲーム楽しみにしてるんですよね。いや本当そうですね、やっぱり、まあ、ここは、まあ、浦和のホームグラウンドですけど、まあ、そのサポーターに支えられてきたこう20年間だと思うんでね、浦和はね、はい、そういう意味ではもうサポーターも今日の試合対するあの楽しみにしていると思いますし、それにやっぱり応えてもらえるようなゲームをしてもらいたいですね、両チームね、はい、今ご覧のように審判団も並びました。後ほどご紹介してまいりますが、主審が佐藤隆二、副審が岡野隆博、武田明宏、第4審判が荒木雄介、赤が浦和レッズ、そして今日アウェイ用セカンドジャージ、白が鹿島アントラーズということになります。ちょうど中央に見えるのが佐藤隆二さんです。36歳です。今シーズンはこれが7試合目の笛ということになります。国際主審です。さあこの後は両キャプテンを迎えてポイント数になります。みんなでいいゲームをフェアプレーでやりましょう。青、黄色、青、このままでキックオフですぐ行きます。ゲームを、そしてすぐ行きますという言葉がマイクを通じて聞き取ることができました。佐藤隆二主審です。さあそれでは今日の浦和のスターティングメンバーをご紹介します。ゴールキーパーが加藤です。ディフェンスが森脇、那須、牧野、ボランチには鈴木と阿部が入ります。右平川、左が宇賀神、前には柏木と原口と興梠を持ってきます。興梠フルス対戦、どんなプレーを見せますか。監督はペトロビッチ。鹿島のスターティングメンバーです。ゴールキーパーが曽我畑、西、岩政、青木、中田の4バック、小笠原と柴崎のこのボランチで野沢、ジュニーニョが入ります。そして前にはダビと大迫、こちらはトリーニョセレーゾ監督が率います。左にエンドを取りました赤が浦和レッズホーム、そして右にエンドを取りました白が鹿島アントラーズアウェイ。いよいよこれから前半のキックオフを迎えます。ウィアーレッズの大きな大きな声援の中、今興梠の背中が映りました。佐藤主審が時計を合わせます。ホイッスルが鳴って今前半の45分がスタートです。かなりの大音響の中、今前半が始まりました。これ福田さん、はい、まずは選手はかなり気持ちを高ぶらせて入るでしょうね。いやそうですね、まあ、特にホームの浦和はね、はい、かなりこう気持ちを入れて、はい、まあ、前がかりになると思いますけどね、早くもシュートのチャンス狙っていきました。この強い雨の中、ピッチもちょっとスリッピーです。そこでボールを取って浦和がボックス内に来るかどうか。柏木の足元、前にいるそのディフェンスに当たってもう一度ボールがこぼれました。その間に今選手が倒れていますが、まあ水沼さん、今日はどうしても気負わなくてはいけないようなゲームでもあるんですが、冷静に進めることはなかなか難しい。まあそうですけどね、やっぱり気持ちは本当に戦っている中でも頭はこうクールにとよく言いますけども、冷静にやらないとね、まあ、激しいプレーが多くなっても怪我にもつながりやすいですし、はい、まあ、そこは気をつけたいところですよね。そうですよね、はい、今岩政がちょっと腹部を抑えて倒れています。立ち上がりですが、ちょっと岩政の腹部に足が入りました。まあ、今日の試合ちょっと接触する機会多くなるでしょうね。あのグラウンドもスリッピーですし、はい、まあ、そういうところでまあ怪我をしないようにしてもらいたいですね、はい、そして今日のゲーム改めて福田さん、はい、まずはリーグ戦の一試合として今日のゲームの一番のポイントは何ですか。
まあ、あの裏サイドにしてみると、はい、まあ、いかにこう決定機を今まで作れているけどなかなか決定機決めきれずに勝ち点落としてますから、はい、まあ、決定機をいかに決められるか、はい、そういう意味では、まあ、僕は今日は興梠ですね、9試合でまだ1点しか実は取れてないんですよ。そうなんですね。まあ、フルス相手ということもありますし、そういう意味では少し興梠 の、 その決定力というところに注目したいですね、はい、あと鹿島サイドに立ってみると、裏はやっぱりちょっと攻撃の仕方がですねちょっと特殊なんでね、はい、うん、5トップ気味に来ますから、はい、その辺をどうやってこう守備のところでこう対策をしてくるのか、うん、その辺がちょっとポイントになるかなというふうに思いますね。そうですか。ボールを流してこれがアントラーズです。グランナーのボールできました。鎖になりましたポストプレーですが、さあ混戦の中阿部、そしてご覧のように鈴木啓太前に持ってくる。今ショートパスを組み立てて、あ、ちょっと失速する箇所もあるようです。そしてスリッピーな箇所もある中でどちら左に持ってきての、さあこれクロスボールのチャンスをかかるのか。牧野入れたボールは流れていきました。まあ、かなり水分を含んでいますので今日のピッチは戦いづらいかと思います。この人は柏木です。まあ、興梠の話が出ましたが、この牧野、そしてまあレッツにしてみればこれホームゲーム最初のコーナーキック重要です。蹴るのは柏木。まあ、今シーズンあのリーグ戦だけじゃなくて ACL もあの試合やってますけど、はい、セットプレーからのゴールって比較的多いんでね、うん、まあ、前節もセレッソ戦もゴール取ってますけどね。そうでしたね。非常に大きな武器になってますからね今シーズン。パンチングでそのあとです。その前に笛が鳴りました。これアントラーズサイドでは水沼さん、はい、今日のゲームは何を一番ポイントにしますか。まあ、今セットプレーもそうですよね、はい、それとやはりワイドに大きく展開されるのがアントラーズとしてはやっぱ守備の形からすると嫌なはずなので、はい、その辺をレッツがうまく広く使いながら、まあ、クロスだったり、まあ、崩すような形を作ってくる、うん、アントラーズはボールに対しての集中が非常に早いのでそこで奪い切りたい。奪えない時のまあ、第2次の守備というかゴール前での守備ということになってくると思いますけどね。今日もチーム名の下にはシュート数を合わせて表示していきたいと思います。さあそれでは今日のリポートはお二方、まずは浅井さん。はい、ホームペトロビッチ監督はもう試合開始当初からですね非常に熱い声援を飛ばしていますね。今週の練習ではボールのないところでも連動した動き出しタイミング、そして走ることを意識するようにと徹底してきました。現在非常に複雑なサッカーを展開しているレッツ、本当にこの連戦の中でなかなかそれができなかったんだけど今日はなんとか強い鹿島に対してホームなどでサポーターの後押しをもらって勝ちたいんだというふうに話しています。シュートできましたがこれはゴールの左です。もうそのサポーターの後押しは立ち上がりから十分に感じることができますが、さあアントラーズサイドは高木さんです。高木さん。はい、一方の鹿島アントラーズセレート監督なんですが今日の試合について今日だから結果を出したいというのではなくいつでも結果を出さなくてはいけない、我々は集中してやるべきことをやるだけだが相手には優れている選手がいて今日は見応えのある見逃してはいけない試合になると思うと話していました。はい、両チームのその情報が入りました。スローインです。宇賀神がやはり今日スタメンです。こうやってみると福田さん、はい、予想通りのメンバーですよね。そうですね、原口が今日戻ってきた、はい、まあ、原口が戻ってきて、はい、阿部が、まあ、累積から戻ってきてますから塩手石明ですね、はい、まあ、そういう意味では本当にベストメンバーですよね、はい、うん、まあ、シーズンの最初は右サイドに平川でなくて梅崎が出てましたけど、そうでしたね、ここのところ平川が調子いいですからね、そういう意味では本当にベストメンバーでしょうね、はい、アントラーズも予想通りということになります。まあ、この間は本山が入っていましたがそこには野沢が入っていきました、まあ、負傷から復帰したのは野沢も一緒です。ボールをもらってそのアントラーズ前に送ります。柔らかいボールです。落としたボールは今度レッツです。どちらが主導権を取るのかというのは水沼さん立ち上がり注目ですよね。そうですね、足元へアントラーズが高い位置でボールを奪います。ジュニーニョ、ジュニーニョが中に入ってきました。ブーイング、大変なブーイングです。シュートチャンス小笠原、うん、正面に今選手が入りました。あー、レッツこぼしている。大迫が詰めましたが狙ってましたけどね、狙ってましたね。ゴールの左に外れました。今のシーンです。小笠原光雄、そしてディフレクトしたボールを今度このシュートキーパー弾いたところ大迫、まあ、グラウンドが濡れてるんでね、はい、ああいうボールやっぱゴールキーパー非常に
まあね、スガジにも当たってるのもありますけど、はい、非常に難しいボールになりましたね。加藤がなんとか弾きました。さあコーナーキックです。岩政がちょっと今倒れたまま、そして起き上がりました。まあ、ポジショニングでの競り合いですよね。はい、まあ、これも、ね、駆け引きになってきますからね、うん、レフリーに対してね、はい、やっぱり少しプレッシャーかけるという意味でもね。アントラーズのコーナーキックに変わります。こちらがゴール裏のレッズサポーターです。失礼、アントラーズサポーターです。さあコーナーキック流れていきました。もう一本コーナーキックです。蹴るのは野沢。雨がちょっとまた雨足が強くなりました。ニアサイドボレー、最後は大きく外れます。足を出して大迫です。鹿島アントラーズはトニーニョ・セレーゾ監督が今シーズンは率います。まあ、J1 での唯一の新監督ということになりますが、非常にハードなトレーニングを課しました。で、鹿島アントラーズなんですが、これ考えてみると福田さん、はい、ここへ来て安定感が出てきましたね。そうですね、鹿島らしいっていうんですかね、はい、自分たちのリズムじゃない主導権が握れない時もですね、しっかりこう粘り強くですね、はい、1対0で勝つ、うん、前節の湘南戦なんてまさにそんな試合だったと思うんですよね。本当ですね。そういう試合をですね、こう勝ち切っていくあたりね、やっぱ鹿島らしさっていうのは戻ってきてるなという印象ですね、うん、はい。今シーズンもシーズンの立ち上がりこそはさほどよくありませんでした。大宮にも敗れていましたが、それが唯一の負け、それ以降は負けなしというのが続いている、その鹿島アントラーズです。今日は大事な浦和レッズ戦。レッズは冒頭でご紹介した通り、ここ3試合勝ちがありません。その中でこの鹿島相手にどういう戦いを見せますか。ボールは最終ラインからドリブルで上がっていきます。那須、そして右の平川、今度は平川が一度持ち出して入れたボールです。ニア合わせてきました。ゴールキックに変わります。このところのちょっと勝てない理由ってのは何か水沼さんあるんでしょうか。浦和はどうでしょうね、まあ、怪我人もちょっと出だしたっていうのもありますし、立ち上がりの頃のメンバーからも若干ね、少しずつメンバーが変わってるっていうのもあるでしょうけども、やはりこう相手がしっかりと対応できるようになってきてるっていうことも言えるんじゃないですかね。で、大宮、清水と得点が入らなかったんですよね、はい。まあ、このシステムに関してね、広島もなかなか勝ちきれない時期も今ありますからね。足元で拾っていって今度はレッズです。まあ、大宮の試合と清水の試合っていうのはちょっと相手が守り方はちょっと違いますけど、はい、まあ、裏に対してのしっかりとした対策を取っての守備をしてきたんで、よく研究してましたよね、はい。まあ、大宮はどちらかというとマンツーマン気味に来ましたけど、はい、清水はやっぱりコンパクトにですね、うん、高いラインを引いてもうやってきましたけど、はい、そのやり方が違うにしてもしっかりとした分析して対応されてくるとね、うん、なかなかそうそう簡単にはチャンスは作れないですよね、うん。開幕から負けなしでずっと来たレッズが、湘南戦の6節までが負けなしてきたものの、その後大宮清水と2連敗をしました。その後セレスト戦が引き分け、まあ、確かにお話のように少しずつ相手チームもレッズを研究し、そしてこのディフェンス面に関してはレッズ対策というのを敷いてくるようになりました。だいぶいろんな本当チーム特色ありますけど、面白い対策をしてきますよね。本当ですね、はい。とりわけ大宮は面白かったですね、はい。まあ、本当ね、いろいろな対策していくんで、それに対してどうやって対応していくかっていうのを裏は今後求められるでしょうね、はい。野沢が蹴ります。この位置フリーキック、アントラーズ。ボールは大きなバウンド、ボレーで前に持っていきましたが、まあ、あとは本当に苦しみながら、はい、そういうゲームでも勝ち点をしっかりと3取れるような、うん、決定力だとか少ないチャンスをものにできる力とか、はい、そういうものがついてきたら、これだけのポジションできるチームだったら相当怖いというかね、強さっていうのは出てきますよね。だから今アントラーズがそれが出てきているというところじゃないですかね、はい。
シュートへ、キーパーこぼしている。確かにこのピッチだとあのグラウンダーの速いボールってのはこれ相当キーパーは嫌ですね。いや相当神経使うと思いますね。まあ、今の場合ね少しミドルレンジからだったんで、はい、大迫もダービンもなかなか詰められませんでしたけど、はい、あの辺フォワードの選手がね抜け目なくこう詰めていくと、うん、キーパーにも余計プレッシャーかかりますからね、はい、縦パスを入れました。ほとんどワンタッチでこの中盤から回すことになります。まあ、先ほどの浦和がちょっと勝てなかった時期っていうのは、はい、実は原口がこう欠場したんですね、大宮の前半の早い時間に、うん、やっぱりこれパスばかりだとなかなか崩せないんで、はい、そこにドリブルっていうのがねやっぱ入ってくると、うん、よりやっぱり相手に対して脅威になってくると思うんですよね。そういう意味ではセレッソ戦そういうものをこう象徴するようなねあのゴールになりましたからね、はい、裏をついたボールボックス内です。あーっとその前にすでに旗が上がっていました。オフサイドです。両チームともにまだ決定的なシーンはありません。今のシーンです。わずかに飛び出しましたか。オフサイドの旗がスッと上がりました。柏木今日ビルドアップの時にレッツは阿部と水形態が2人で後ろに下がっている時が結構あるんですけど、狙いなのかなどうなのかなって今ちょっと見てるんですけどね。だいたいまあ、センターバックの横に阿部が落ちてとか、まあ、大体そのパターンが多いと思うんですけど、うんうん、今日は結構ワイド、牧野も森脇も上がらせて、はい、で那須も結構行ってますよね。来てましたね、はい、センターバックです。あれなんですね、多分鈴木啓太のところに、まあ、かなりこうマークに疲れてるんで、うん、まあ、そういう意味で少しこうポジション変えながら啓太が下がって何かを前に出して、うん、形をちょっと変えてるのかもしれませんね。平川がチャレンジ、入れたボール流れている、ゴール前、そしてシュート、キーパー。ここまでで一番大きなチャンスでした。柏木が蹴ったボール、最後はキーパーの曽我畑がキャッチしましたが、平川が中に入れたボールからの攻撃でした。今最初のボールで中はフリーになってましたからね、はい、あの低いボールがやっぱり通るっていうことが条件でしょうね、うん、あの高い球っていうよりもね、うん、クロスに対しては、まあ、裏ゴール前ねちょっと高さはないですからね、はい、そういう意味ではやっぱり、まあ、特に今日はグラウンド濡れてるんで、はい、低くて速いボールっていうのは効果的かもしれませんね。うん、バウンドしてますからね、はい、グラウンド非常に処理しづらいですからね、そこを抜け目なく柏木行きましたが、ここは決めることができませんでした。しかしいい攻撃です。アントラーズのこれ今日の注目選手って福田さんは誰を挙げられちゃいます？あの柴崎ですね。柴崎ね、はい、やっぱり攻守両面にわたって、今の鹿島を牽引しているのは柴崎だと思いますから、うん、そういう意味では彼の働きですね、うん、非常にね二十歳ですけど、先日理解度とか落ち着きとか、うん、このリーダーシップなんかも含めて風格もですね、やっぱりもう堂々たるもんですからね、うん、柴崎は小笠原とのコンビでのボランチということになります。確かに水沼さん、いい選手ですよね、はい、いや本当に、まあ、成長も早いと思います、あのすぐに試合が出れているということもあるんですけど、はい、本当に日々成長しているなという感じがしますね、うん、縦へのボール、これ入りませんでしたがフォローして、これがもう一列です。最終ラインで弾き返して、そしてジュニーニョドリブルで持って上がりました。前にはダビ、今シーズンからアントラーズのダビ、足元ワンツー、原口のねドリブル、今みたいなドリブルからの仕掛けですよね、はい、ああいうものが入ってくるとやっぱり鹿島は守りづらくなると思うんですよね、もう一度ジュニーニョ、ようやくちょっとゲームが落ち着いてきましたが、15分が過ぎました。手元の集計では浦和のシュートが2本、鹿島が4本です。鈴鹿さん、はい、どうぞ。今ドリブルで見せた原口選手なんですが、実はあの今日レジェンドプレイヤーできたポンテ選手に一番怒られた時に、ドリブル中に下を向いてしまうことをすごく怒られたそうなんです。周りを見ながらドリブルしろと、今日はそんなプレーをして素晴らしいドリブルをポンテさんにも見せたいなというふうに話していました。なるほどね。あ、これでも水野さん、はい、下を向いてのドリブルしちゃいけないんだって、これはもう当たり前の話ですね。そうですね、ただドリブルのスピードにもよるとは思いますけどね。なるほど。多分やみくもにスピードに乗ってしまうとやっぱり下を向いちゃうんですよね、でスペース上がっていくときに、別にスピードは上がらなくてもいいよっていうときにはやっぱ顔を上げていろんな選択肢を持ちながらドリブルしろと、まあ、スピードにも関連してくるとは思いますけどね、はい、今日いらっしゃってるポンテさんは2007年 J リーグの MVP です。
なんとかポンテさんの目の前で原口はいいところを見せたいという強い意気込みがありますが、さあこの位置から野沢キーパー、最後は加藤。今のシーンです。ふわっとしたボール飛び込んできたのは岩政、今日は張り切っています。もう随分メディアでもこれ福田さん、はい、岩政対興梠なんて出てましてね、そうですよね、はい、一番話題になるところですしね。そうですよね、まあ、岩政もやられたくないでしょうし、はい、興梠もねやっぱりこう自分の存在感というのを示したいでしょうし、はい、まあ、裏でねまだ埼玉スタジアムで1点しか取ってないんですよ。そうですね、そうですね、そういう意味でやっぱりこれだけのねサポーター来てますから、うん、自分の力というのを証明したいでしょうね今日の試合でね。興梠って人はしかしあのレッズ戦はよく点取ってましたよ。いや本当そうなんですよ、天敵でしたもんね、はい、その興梠は今やレッズです。さあチャンスを作る宇賀神、入れたボール、チャンスレッズ、ボールをついてもう一度細かくつないできました。結局アントラーズ前に送ることができました。サイドからの低いクロスって非常に効果的ですね、はい、今日は右も左もね突破する時の仕掛けが結構間と前あの相手のディフェンスと前取った段階で仕掛けてますよね。うん、あんまり時間かけないシンプルですよね。右からの大迫、これはうまく防ぎました。足を出したのがナス。まあ、レッツの場合には4節にあの永田が負傷するというそういう不測の事態もあったんですが、これ水沼さん、那須が本当によくやってますよね。そうですね、いい補強してましたよね。3バックは今日森脇、那須、そして牧野、おなじみのメンバーです。そしてキーパーの加藤です。18分が過ぎています。両チーム無得点変わりません。バックパスで戻してキーパーの加藤、ちょっとダメに詰められて嫌な感じがしましたが大丈夫か。ちょっと足をかけられました。青木、そして柏木、今のシーンです。Jリーグ20周年記念アニバーサリーマッチ浦和レッズ対鹿島アントラーズはここまで両チーム無得点です。優勝回数実に7回を誇ります鹿島アントラーズ。ただ水間さん、はい、昨シーズンがちょっと震いませんでね、はい、このトニーニョ・セレーゾ監督のもともう一度立て直しを図るという今シーズンなんですよね。そうですね、まあ、ジョルジーニョが、ね、なかなかうまいこといかずに、まあ、早々と、ね、切り替わってしまいましたけどね。そうでしたね、はい、初めての2桁順位ですよね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、20年間で7回優勝してるんですから、はい、すごい成績を残してますよね、はい、というわけあの3連覇の時なんかは本当にあの安定感抜群でしたもんね。いや本当そうですね、本当にもう失点の少ないね、はい、得点50ぐらいで失点30ぐらいのね、そういうサッカーしてましたからね、はい、本当に抜け目のないね戦い方してましたね。勝負強い、実になんというか悪い時には悪い時なりの勝ち方を知っているチームでした。ボールは今レッズです。あ、何か大きくペトロビッチ監督は声をかけているようです。まあ、浦和はやっぱりサイド横幅ですね、68メートルを十分使ってですね、はい、やっぱり鹿島のコンパクトな守備っていうのをちょっと広がしたいっていう考えでしょうね。これはファールがありました。アントラーズボールです。今日は両チームの本当によく入ったサポーターの歓声とブーイングによって時折笛も聞こえなくなりますし、我々の声も聞きにくい時があるかもしれません。それほどの大きな声援です。安塚さん、はい、どうぞ。そのあたりガビ選手が話していまして、今日は熱いサポーターのいるスタジアムの試合なので難しい試合になると思うけれども、アントラーズサポーターも一生懸命応援してくれると思うので期待に応えたいと言っていました。ちなみにスタッフの方に伺いましたら、今日はおよそ3000人のアントラーズサポーターの方が駆けつけてくださっているということです。なるほど。
そのアントラーズは今シーズン初の非公開練習をしたということでも随分話題になっていました。高木さん、はい、初めてですよね、非公開練習はね。セレーゾ監督になって初めてですね。そうですね。青木選手にお話を聞きますと、いつもと違う環境を作って緊張感を持たせたかったのではないかと言っていました。なるほど。結構いろんなことやりましたね。バイノス戦の前は確か練習みんなでやらなかったっていう、ありましたしね。あと極秘練習っていうのもありましたねやはりいろいろ引き出しがありますね、ボールを持ちながら、これが今アントラーズです。ここまで水沼さん、でも22分間どう見ました？お互いやはりずいぶん力は入ってますね、まあ、そういうことでしょうね、イーブンって言ったらイーブンなんですけど、どちらもなんかこう最終的なところまでは行き切ってないなっていう感じですかね、はい、まだペースを握っている感じではない。ボールを落としてアントラーズです。相手陣内でのプレーが続きます。前線の動き出しどうか。ボックス内2人、さあどうだ、戻してシュート、決まった。決定的ですね今ね。腰を押さえて小笠原光雄のシュートでした。抜群のタイミングで出てきますね、小笠原ね。今いい縦パスを入れてボックスの中で起点作りましたからね、はい、今水沼さんお話ありましたけど、小笠原がそれを見てですね、本当に絶妙なタイミングで入ってきましたけど、シュートがしかし正面でした。ちょっとねコースを狙いすぎたんでしょうね、丁寧に蹴りましたもんね。丁寧になりすぎてしまって、強いシュートになりませんでしたけどね、はい、小笠原光雄が一旦右に、そしてもう一度もらいます。右のサイドバックは西が入り、岩政、青木が今日はセンターバック、左が中田です。ゆっくり戻してもう一度、まあ、先ほどどちらのリズムかって話したけど、まあ、どちらもっていう感じなんですけど、はい、裏の方のサイドにしてみると、うん、やっぱり中央ですね、はい、興梠、またあの柏木、そして原口のところにボールがなかなか収まらないんですよ。中央でやっぱりその3人にしっかりボールが収まってくると、サイドの攻撃というのはもっと活性化されるんですけど、うん、なかなか中央に、ね、入れさせてもらえないんで、それはうまく鹿島が守ってるなという感じですね、うん、チャンス作れてるのはただ単純にサイドで1対1で仕掛けてのクロスなんでね、はい、そこでやっぱ中央で一つやっぱりもう少し起点が作れてくると、より裏の攻撃、中へサイドへっていう攻撃で余計相手を混乱させることになると思うんですけど、まだそこまでは行ってないですね、うん、またそれをやらせてないですね鹿島がね、はい、森脇に対するプレーで今ジュニーニョがイエローカード、両チーム通じてこれが最初のイエローカードになります。手元の時計で24分が過ぎました。両チーム無得点変わりません。3バックの右担当森脇です。下がってボールをもらったのはボランチの位置の鈴木啓太、さらに阿部がここに開いていました。右前のスペース走って宇賀神です。宇賀神は今日のゲーム非常に張り切っています。これ水沼さん、はい、宇賀神は今シーズン本当に何か大いに自分の力を発揮できるという自信深めてますね、うん、飛躍の年になってほしいなとは思いますね、やっぱりこれだけレギュラーをずっと張れる選手になってきましたので、はい、ここから先もっともっと大きくなるために、やっぱりいろんな面でもっと貢献しないといけないなとは思いますけどね、はい、左の宇賀神、右の平川と、さあ今日はどういう厚みを加えてまいりますか。レッツです。まだ注目の興梠にはこれ福田さん、ボールがあまりいかないんですよね。いやもう中央はですね、相当固く守られてるんで、はい、そうそう簡単には興梠のところにはボールは入らないですね。そこは裏としては実は生命線なんで、なるほど、そこをねやっぱ自由には鹿島は当然させてはこないですよね。特に小笠原のポジショニングがすごいです。あのスライドして縦のコースを本当にすぐ消しますね、うん、原口だったり柏木だったり興梠だったりのところを。その小笠原光雄です。まあ、伝統的にやっぱ鹿島センターバックとそのボランチの2枚ですね、はい、中央のいわゆる危険なエリアにはボールを入れさせないっていう守備はやっぱり本当に徹底されている、あの伝統のあるチームですからね。うん、そういう中でなかなかこう今日は浦和はほとんど中央には入ってこないですねボールがね、はい、伝統という話が出ましたが、あの93年の始まった当時の鹿島アントラーズはアルシンドが大変点を取りまして、鹿島での2シーズン71試合で実に50ゴール、うん、これはすごかったですね。すごかったですね、すごい数字ですね、ねえ、はい、ちょっと今では考えにくいような数字が当時は残っておりました、まあね、世界的にはちょっとメッシみたいな異常な数字を残している人いますけど、うん、その数字は本当すごい数字ですね、はい、そしてこれ水沼さんも水沼宏太選手がいるんでそうなんですが、アルシンドもイゴールが鹿島に加入しましたからね、はい、
その意味では親子でのプレー、あ、イエローカードです。興梠慎三イエローカードでちょっと熱くなりました。中田です。そして興梠、成長している姿をぜひ見せたいという強い意気込みを語ってくれました。興梠フルス対戦です。哲也さん、はい、どうぞ。アントラーズとの試合いつがあるのか、今シーズンの日程が発表された時最初に調べたそうです。とにかく早く対戦したいというのはアントラーズにいたからこそそういう気持ちが多かった、ただ今日は上位対決でもあるので勝って一つでも順位を上げたいという気持ちも加わっているというふうに思います。はい、記念の試合でもありますが、お話のように上位決戦、したがってレッツにしてみれば直接対決でこのアントラーズを落としたいところです。ボールは今レッツが守って、さあターンすることができますか鹿島に。中田のファール、この位置からのフリーキック。レッツ、いやー、間もなく28分になろうとしていますが、相変わらずちょっとまだペースが握れない両チームです。まあ、この雨、ピッチ状態、難しい条件というのは揃ってるんですが、福田さん、はい、思うようなパスワークってわけにはいかないですね。まあ、鹿島はやっぱ守備は非常に硬いですし、先ほど水沼さんがお話があったように、やっぱ鈴木啓太であったり阿部だったりというところに非常にプレッシャーかかってますからね。はい、クロスボールが入りました。面白いチャンス、今シュート、クラウン左足蹴ったのは平川、ボールはジュニーニョ、鈴木啓太ナイスカバーです。ショートカウンターに持っていこうというしたシーンでしたが、興梠には通りませんでした。スローインに変わります。まあ、もう一つはやっぱりあの攻守の切り替えでしょうね、はい、今みたいにボール奪われた後、そしてまたすぐ奪い返した後の切り替えのところですね。そこでやっぱりチャンスが生まれると思うんだね。ラスが渡して、ご覧のように随分敵陣に入りました。このレッズ前に圧力をかけてきます。人数が入ります。前に持っていこうとしましたが、相手に当たって右に、アントラーズボールです。先ほどはちょっと左足首を痛めました中田浩二、今シーズン初の非公開練習を行いました。このアントラーズ、もうレッツ対策は万全で今日のゲームに臨んでいます。青木バックヘッドで流してきました。前線には大迫、小笠原がジュニーニョ、ジュニーニョが中田へ、中田からジュニーニョへ、なかなかプレーがうまくつながりません。左足を抑えて今のがジュニーニョ、森脇。まあ、浦和としてはこう厳しくいかなければいけないんですけど、はい、やっぱり自陣の近いゴールの近くでファウルするというのはね、セットプレーがやっぱり鹿島非常に大きな武器になってますから、気をつけないといけないと思いますね。鹿島としてはやっぱこの辺は狙いだと思いますけどね。さて、この位置からのセットプレーになりますが、小笠原です。セットプレーの時非常に多いですね、こうやってレフリーが笛、ね、を吹いて止めるシーンね、はい、うん、まあ、そのぐらいポジション争いが非常にシビアなんだと思いますけどね、はい、こちらがペドロビッチです。いやー、チャンス、しかし大きく浮いてしまいました。岩政、フリックを一つ入れて岩政が裏から飛び込んできました。今のシーンもう一度、これ水間さん惜しかったですね。惜しいところじゃないですか、決定的、はい、これこれ、まあ、岩政にしてみたら、ね、よく触ったという感じですけど、外そうが難しいぐらいの距離だったと思いますけど、
まあ、非常に、ね、いい攻撃だったと思いますね。前でフリックして決定的な形になりましたけどね、決定的ではありましたが、何か躊躇する要素もありましたか。いやどうですかね、ちょっとうまく合わなかっただけっていうだけだと思いますけどね。今日は異様に岩政選手も今日のゲームは絶対勝ちたいんだということを語っていました。惜しいというよりも本当に決定的なシーンでしたが、点を決めることができなかった。さあチャンス、もう一度ジュニーニョ、ジュニーニョシュート、鈴木啓太が体を入れてきました。ボールはもう一度、一度左に開いて中田浩二、柴崎のボールの持ち方とか分かりますよね、はい、20番の選手です柴崎、本当に何でしょうね、あの落ち着きはね。いや本当慌ててるの見たことないですからね、もう一度その柴崎は左へ、中田は下げて、そして青木です。もう一度中田浩二を使う、一人飛ばして小笠原光雄です。足元にもらってターンしました、ね、大迫です。さあこのスローダウンした中でどう、あなかなか結局はうまくいきませんでしたが、引っ張られたと野沢。33分、両チーム無得点、変わりません。浦和のサポーターあるいは選手に言わせると、やはり2002年に浦和が初タイトルに手をかけたナビスコカップの決勝で鹿島に敗れた、これは非常に悔しかった思いが強い、こういう声を聞きました。そしてその次の年の2003年にナビスコカップの決勝で同じ今度浦和が鹿島にリベンジを果たした、その優勝がとても大きいというふうにも言っていました。まあいろんな意味で福田さん、はい、この両チームというのはそういう何か大きな節目で戦ってるんですよね。そうですね、今の話で2002年の時は僕いたんですけど、決勝に、その時やっぱ鹿島のこうしたたかさというんですかね、はい、試合の運びにもう全く歯が立てませんでしたけど、次の年にやっぱりそれをなんか飛び越えたというか、はい、鹿島をこう越えた時になんか違うこう浦和が生まれたような気がしますからね。あ、なるほどね。非常に鹿島っていうのは自分たちの力を測る上では非常にこう、うん、対象になるチームって感じはしますね、浦和にとってはね、その鹿島と浦和、数々の名勝負を展開してこの J リーグも20周年。まあこれ考えてみれば水間さん、はい、20周年通過点ですから、一つの大きな節目ではあるとはいえ、これからずっと続くわけですもんね。もちろんそうですね、そして名勝負はさらに刻まれていくと思いますが、今日のゲームはどうでしょう。鹿島に前に送ったのがアントラーズ、アントラーズもなかなかダビに入りません。そして一方レッツも興梠に入りません。さて原口に渡す、もらう、うん、ボールは今左に展開です。さあどんなボールが入るか、いやーゴール前、飛び込んできた興梠、得意の頭からうまく当たりはしませんでしたが、これ福田さん一つ形ですね。いや今の浦和の浦和らしい攻撃でしたね。ですよね。中央でボールが回ってですね、中央に集結させておいて、はい、そしてサイドに振りましたから、はい、サイドでやっぱりここで2対1作ってますよね、はい、まあ鹿島としてはちょっと受け渡し失敗しましたけど、あとはゴール前、ただゴール前のこの守備ですね、うん、鹿島かなり徹底されてるんで、はい、相当いいボールが入ってこないとこうゴールにはならないかなというのは思いますけどね、うん、形としては良かったですね今のね、はい、興梠が突っ込んできましたが決めることはできませんでした。35分が過ぎて両チーム無得点です。変わりません。あれだけ時間がかかって左サイド突破して中1枚っていうのはどうだったんだろうとちょっと僕は思っちゃいますよね。あーなるほどね、はい、やっぱマークつけやすいですし、マイナスで待つ選手が多いんですよね、そうですね、飛び込む選手はね、こう中でのアクションというのはやっぱあんまないんですよね、うん、こうクロスして入っていったりとかっていうのはあまりないんで、そういう選手はちょっといないんですよね、はい、足上げもやっぱり原口もそういう選手じゃないですから、興梠一人だけになってしまうんですよね。那須から阿部に、そして前を向くことができました原口です。さあドリブルが始まった、原口渡す、興梠もらう、今度は興梠がここに来たか、縦に
いや今の原口が悔しがりました。強い速いグランダーのスルーパス、受け手の原口にしてみればここだというところに来た。ただこれ水野さん、はい、厳しいボールでしたけどね今ね。あのぐらいのスピードがないと多分あそこの縦パスっていうのは通らないと思います。あとは、うん、そのコースですよね、はい、多分数十センチのズレだとは思いますけど、はい、そこを通していかないとあのパスは通らないですね。ハンドを取りました。まあ、今の鈴木啓太のパス非常に速くてあの可能性あるパスでしたけど、あの辺からやっぱシュートっていうのもね少し選択に入れてもいいのかもしれませんね。グラウンド状態もありますし、もう少し曽我端にですねプレッシャーをかけてもいいのかなというの思いますね。確かにこのピッチを考えるともっとミドルレンジのシュートがあってもいいですよね。そうですね、まあそこでパスを選択するのは裏のサッカー、ペトロビッサのサッカーでは非常に重要になってきますけど、まあ、そればかりだとなかなかねゴール前非常に固められてますから柏にね、そういう意味では一つシュート打ってもう少し曽我畑にプレッシャーをかけておくことも必要かなというふうに思いますね、はい、ゴールキーパーの曽我畑ゴールキックです。あと思うようにこれダビが絡むことができないアントラーズです。頭で落としてレッズ小笠原です。引き取ってジュニーニョ、ジュニーニョが今度はドリブルで持ってきました。結局はレッツにボールが移ります。鈴木、さあこれはチャンスになるかどうか。コオロキ、クルス相手にコオロキ入れる、マイナスのボール。大体マイナスなんですよ。今柏木一番遠いサイドにいたので、あそこ、まあ、ソガータの前あたりをねさっと抜けていくようなボールでも面白いかなとは思いますけどね。今のは合いませんでした。コオロキマイナスは決して悪くないですけど、やっぱり前を引っ張った上でのマイナスじゃないとね、それのそこでのコンビネーションはないんですよね、あまりね。アントラーズ、逆に水間さん、はい、アントラーズもなかなか攻めることができない。まあ、まずあの、ダービーは基本あのビルドアップにはあんまり参加しないですよね、で最終的にゴール前で決めるっていう大体役割にはなってるんですけど、ダービーがでは一番欲しいボールはどんなのかなと思うと、ある程度僕は何回か鹿島を見てて思うのはアバウトなボールを入れてもどうなのかなと思うんですよね。で相手とこうもつれ合いながらファウルももらえますし、彼の力だったらいけるっていう部分もあるので、そういうボール入れても面白いのになとは思いますけどね。ファウルがありました。野沢が倒されてこの位置からフリーキックです。アントラーズです。いい位置です。やっぱりスペースがあるときっていうのはダビは行きますからね。はい、牧野、そして今壁の位置これから作りますが、両チームの何か本当にテンションの高さがここまで継続されて間もなく40分です。まあ、今のジャッジ非常に裏にとって大きいですよね、あそこインターセプトして攻撃に移れるのか、あそこでファウルになるのかね、そこのジャッジは今のところ、まあ、鹿島の体の使い方もうまいのありますけど、全部ファウル取られてますからね、裏を思ったようにこうカウンター仕掛けるシーンというのは生まれてないですよね。蹴るのは野沢、野沢蹴りました。グッと触ることなくゴールの左へ。見切っていたのはキーパーの加藤です。レッツが優勝したのが2006年、あの年は2006年は史上初のいわゆる年間ホーム負けなしという、その中で浦和が初優勝を果たしました。そしてその翌年から鹿島の例の史上初の3連覇が始まるわけです。2007年、2008年、そして2009年でした。その両雄の一戦、チャンス、レッツ、うわ、原口元気のあのいつでしたか、大宮戦で倒れながらシュート決めた、去年ですね、あんなような感じの今、はい、今のシーンです。もう出たかなと思いましたけどね、スルスルっと抜けてこう、最後のシュートは右に、
やはりあの、パスだけではなかなかこう崩せないんで、はい、ああいう原口のですねドリブル、こう膠着した状態の時に原口のドリブルとあと牧野のドリブルですね、あれ効きますね、はい、この辺がやっぱ裏の一つアクセントになりますから、一つ今原口の、ね、ドリブルっていうのが出ましたけどね、はい、ここまでのところでちょっと牧野がねあんまりこうドリブルで仕掛けられるシーンというのがちょっと生まれてないですけどね、少しケアされているところもあると思いますけどね、はい、ボールは今アントラーズからレッツに移りました。鈴木うまく相手を剥がしました。さあこういうゆっくりとした中でのビルドアップちょっと注目です。レッツ柏木の位置はまあこれちょうど今フラフラッと中央からやや右に平川が右いっぱいです。うん、アントラーズがボールを奪いました。ダビー、こういう時にダビーの使い方そうね、ダビーダビーが来る、そしてシュート、今みたいのですよ、やっぱりああいうボールがダビーは多分好きですよ。今も多分ダビーの方が状態悪いですよねこれね、うん、これ対応してるのは阿部なんで、決して阿部ああいうの弱い選手ではないですからね、日本人の中ではね、はい、それでもね普通にああやって入れ違ってしまいますからね。ようやくダビーに何か大きなチャンスがありました。さあ今度は逆レッズ、この位置でどうでしょう、アントラーズボール、コオロキ、そしてジュニーニョ、2枚目だろって言ってますけどねジュニーニョは今日すでに1枚もらっています。そしてコオロキも1枚もらっています。ちょっと気をつけた方がいいですねコオロキね。そうですね、ちょっとねちょっと続いてますし、鹿島の選手たちもだいぶプレッシャーかけてますからね、はい、レイルに対してね。今日は本当にコオロキに関してはフルス対戦ということもあるんですが、まあ、メディアもそうなんですけども、ずいぶんとコオロキを注目しましたからね。そうでしょうね、その意味では気持ちは入りますよね。四塚さん、はい、どうぞ。そのコオロキ選手と対戦することをアントラーズの選手の皆さんも本当に楽しみにしていまして、すごく能力のある選手だから絶対に自由にさせないようにしたいと言っていました、うん、岩政選手などは試合前に削らないでねと本人から連絡があったそうなんですが削らせていただきますと言ったそうです。あ、まあ、お互いにリスペクトをして、そして真剣に戦うのが礼儀だろうというふうに言っていたその岩政選手です。八塚さん、はい、どうぞ。あのペトロビッチ監督も今日最もいいのは、コオロキ選手がゴールを決めて鹿島に対する感謝の気持ちを示せばいいというふうに話していました。その感謝の気持ち、ゴールを決めることができるかどうか、恩返しのゴールがコオロキ出るかどうか。アントラーズ大迫が入れた、どう、牧野がピタッとついていました。そして大迫のシュートまで、今いいところ入りましたけどね、牧野よく、あのついていったと思いますよ。はい、今のシーンもう一回見てください。大迫が引き取ってもうゴールのイメージがありました。牧野がピタッと寄せました。さあコーナーキック蹴るのは野沢、アディショナルタイムは2分です。岩政来ました、ヘディング激しく当たって、ちょっと今足を押さえてるんでしょうか。ナス立ち上がりました。まあナスと岩政の戦いはずっと続きますねこれからもね、後半ね。そうですね本当にそうですね、必ずセットプレーが終わると大体ナスが映ってますからね。本当ですね、岩政がね。ナスは2002年に F マリノスに入りました。その後に一度ベルディにも行きましたが、岩田にも行き、そしてレイソルに行き、そして今レッズということになります。ナス、そしてこちらは岩政、宇賀神がちょっとこう足を痛めているようです。今シーズンはこの宇賀神が左アウトサイド定着しました。みんな平川あるいは梅崎、そして中にはちょうど興梠が軸に、まあ、柏木、原口、
この間はマルシオ・リシャルデス矢島でありました。矢塚さん、はい、どうぞ。バツマーク出ましたね。出ました。ちょっと厳しいようですね。ちょっと心配ですね。そしてベンチでは梅崎選手に声がかかりました。あ、そうですか。膝ですね。膝か、ひねったような、ちょっとね、ふくらはぎを押さえてる感じもありますし、ちょっとわかんないです。なんか突き方おかしかったですよね。アキレス腱、バツ印が出ましたもんね。アキレス腱かもしれないです。あ、ちょっと心配ですね。まあ、この後梅崎が入るんでしょう。もうアディショナルタイム2分を経過しています。ちょっと宇賀神は心配です。そして交代で梅崎が入ります。あ、ちょっと痛みがかなり厳しいようです。宇賀神に代わって梅崎が入りました。残り時間の前半少ない中でのメンバー交代、宇賀神負傷です。梅崎が入りました。ちょっとこれは福田さん嫌ですね。はい、そうですね。そして今前半が終わりました。両チーム無得点で前半終了ということになりますが、まあ、改めてまず水沼さん、はい、この45分はどう映りました？まあ、お互いこう特徴を消すようなサッカーの戦いかなという気はしましたね。自分たちの持ち味を出す以前に相手の良さを消すということに終始した前半だったような気がしますけどね。はい、福田さんいかがでした？僕も一緒ですね。水沼さんと一緒で、お互いの良さをこう出させないような前半だったかなと。非常に慎重なね、そういう中でもチャンスを伺っていくような、そういう慎重な戦いだったなという印象がありますね。今前半が終わって選手が引き上げてまいりました。 J リーグ20周年記念アニバーサリーマッチ 2013J リーグディビジョン1第11節、お送りしているカード浦和レッズ対鹿島アントラーズは前半が終わって両チーム無得点ということになっています。相変わらず強い雨が降っていますが、両チーム点が入りませんでした。この放送は埼玉スタジアム2002からお送りしています。これ小野伸二選手ですね。あ、現在ウエスタンシドニーワンダラーズ小野伸二選手ですが、本当に今元気な姿を映像で捉えることができました。まあ、水間さん、はい、小野伸二も本当にJリーグの中でも、まあ、とりわけレッツの中で極めてやはりテクニシャンぶり発揮してくれましたもんね。そうですね、まあ、本当に太陽の子みたいな感じですからね。そうでしたね。これは福田さんに伺った方がいいんでしょう。小野伸二の存在感大きかったですね。もうサッカー大好きですからね。本当に寝ても覚めてもサッカーって感じの男ですからね。はい、はい、現在もオーストラリアで本当に活躍しています。海外に出てた時の、はい、駒場でやったセレモニーがちょっと忘れられないですよね。あ、ね、愛されてましたし ね、はい、さあいよいよ後半です。雨がずっと試合前から降り続いています。時折本当に強い雨足となりますが、 J リーグ20周年記念アニバーサリーマッチ浦和レッズ対鹿島アントラーズの一戦はいよいよ後半です。エンドが変わりました。右に赤の浦和レッズ、左に白の鹿島アントラーズ。メンバーの交代などがありましたらまたご紹介していきますが、ちょっと心配なのは水沼さん、はい、宇賀神が負傷しましてね、はい、梅崎に変わりました。ちょっと宇賀神が心配ですわね。ちょっとね、気になりますね。そのままもうベンチに下がりましたから、はい、ウッカー入りましたからね、はい、メンバーの交代はそれ以外はどうやらなさそうです。さて後半がスタートしました。まあ、ハーフタイム挟んだので梅崎と平川のポジション変えるかなと思いましたが、そのまま来ましたね。そのようですね。今もともと宇賀神のいたその位置には梅崎が入っています。左のアウトサイドです。立ち上がり牧野がボールをまず持っていく、渡して梅崎です。牧野も曲がってきました。出してくれというその方向を呼びましたが梅崎、さあ今度は左中に入れたボール、ワンタッチ、梅崎入れる。
大きなバウンド。これ後ほどハーフタイムの指示が入りますが、これ福田さん、はい、レッツは後半何を考えてきますか。まあ、もっと早くボールを動かせとか、運動量をもっと増やせっていうような話はあると思いますね。ちょっと物足りなかった、はい、ボールを持ってアントラーズ。逆に水間さん、アントラーズはどうですか。まあ、中央の守備はしっかりとできているので、あとはサイドに振られた時の、まあ、展開を、まあ、守備のところを考えるということじゃないですかね、はい、左からのクロスボール競っていきました。最後は制してキーパーです。まあ、特にあの野沢のサイドのところのちょっと受け渡しに、ね、ちょっと難があったので、うん、それはちょっと注意したいところですし、あとは攻撃に関しては、はい、ダビが1回1対1の形になりましたけども、はい、早めにダビっていうこともあってもいいかもしれませんね。あ、なるほどね。メンバーをいじることなく出しましたトニーニョ・セレーゾ。ボールは後方に戻します。ディフェンスもこの青木岩政のセンターバック変わりません。右に西、左が中田です。あ、レッツがここでボールを取りました。梅崎です。ワンフェイクかませて、そして今度は鈴木へ。前線の動き出しどうでしょう。興梠の裏に飛び出すその動きを大変警戒していましたが、これ福田さん、今日はそんなあまり駆け引くないんですよね。いや、ほとんどね、鹿島の最終ラインの裏でボールを受けるシーンっていうのは作らせてもらってないですね。そうですよね。まあ、それは興梠だけ の責任ではなくてですね、やっぱり最終ラインのビルドアップの時にですね、非常にこううまくプレッシャーかけられてですね、最終ラインのところでもうまく時間が作れてないんですね。出どころの方ですね、ボールを持っているところにも比較的うまくプレッシャーかかってるんで、前線でやっぱりなかなかうまく受けられないっていうことだと思いますよね。マイナスのボールいいところでもらいました。原口、シュート、キーパー。最後は曽我畑、腰を落としてまずは阻みました。腰をためた原口のいいシュートでした。さあもう一本、右からの攻め、またクロスボールが入ります。岩政がここで阻んでジュニーニョ。さあ今度は逆にダビ、3対3という局面。そうですね、3対3ですね。ボールはもう一度アントラーズ、ジュニーニョ、ノーファール。ここで取りましたか。まあ、今みたいなボールってなんかちょっとダビーがね、ボール取りそうな感じありますからね。阿部と、そしてダビが欲しいタイミングと、まあ、周りの選手が出したいタイミングと、まだちょっとこう意思の疎通ができてないような感じもしないでもないんですよね。結構点は取れてるんですけど、はい、ダビーは今シーズン5ゴール。前節あの湘南戦でも決勝点を挙げたのはダビーでした。中に入れたボールは一度ボックス外。激しさを増す試合にはなりましたが、思うようにボールはつながりません。両手を広げてダビー、足元もらいました。興梠渡して牧野、牧野が縦に送ります。いやー、しかしその球際もそうですが、この1対1の局面もかなり激しいですね。特にあの、中央への縦パスですね、今みたいな、はい、あの縦パスに対してはやっぱり非常に厳しいですし、はい、鹿島狙い持ってますよね。原口元気にイエローカードが出されました。今倒れているのは中田浩二、そして原口にはイエローカード。両チーム無得点変わらず、キーパーの曽我畑です。先ほどは原口のシュートをうまく阻んだその曽我畑。そのままレッツにボールが移りました。一人剥がしながら中盤の鈴木もらいます。渡して阿部はそのまま流していきました。牧野、牧野は流動的に動いてきます。その牧野、鈴木出してくれと呼んだところにボールは出しません。まあ、かなり浦和も最終ライン積極的にね、
こう仕掛けるようになってますね、はい、リスクをかけろという話もあったのかもしれませんね、やっぱりね。なるほどね、慎重になりすぎてしまうんでね、どうしてもね、大切なゲームだとね、浦和のサッカーの場合はやっぱりそこどれだけリスクかけられるかですからね、その兼ね合いって難しいですね。いや本当バランスなんですけど、まあ、それを恐れてしまうと浦和の攻撃力って半減しますし、そうするとなかなか自分たちのリズムにはなりませんからね。これが得点でも入って少し状況が変われば随分変わるんでしょうけども、両チーム無得点変わりませんが、阿部です。戻してもう一度最終ラインで引き取って、これが鈴木。さあ最後尾からのビルドアップですが、どう前に持っていきますか。長いボール、梅崎落として左から入れる、一番近いところに当たりました。もう一度梅崎です。ボックスの外へ、そしてこの角度でシュート、キーパー。いやーすごい。さらにチャンスはどうだ、ヘディング、ゴール前。最後うまく攻撃合いませんでした。オフサイドですね。その前に旗上がってますね。ただ水沼さん、分厚い攻めでしたね。いい攻めでしたね。特に左からのこの最初の仕掛けが良かったですね、はい、軽いタッチの梅崎のこのシュートも非常に面白いシュートでした。その後落として、この後ですが興梠、もうアントラーズの右サイドはちょっと隙がありますね。右サイドが、はい、今梅崎にサイドに入ったんですけど、その前に最終ラインでビルドアップがですね、ナスがフリーで実は中央で持ち上がってるんですよ。ああいう形で後ろですね、フリーで持ち上がってくると両サイドが効いてくるんですよね、はい、ゴールはそのナスですが、ちょっと躊躇しました。牧野戻して、この位置に阿部がカバー、最後はキーパーの加藤。ずいぶん森脇も声をかけています。12位に寄せていきましたが、森脇渡す、ボールは逆にアントラーズ、ハンドはアピールしましたが取りません。ちょっと今選手が倒れています。大迫、変なブーイングを浴びています大迫。まあ、相手とのいろんな駆け引きはもしかしたらあるかもしれませんけど、すんなり立てるんだったら僕は立ってほしいですね。あ、はい、ちょっと ね、こういう時間はなくてもいいですもんね。どうぞ。ここでハーフタイムの両監督の指示入りました。お伝えします、はい、ホーム浦和レッズペトロビッチ監督2点の指示です。後半も集中して規律を持って戦うこと、前半同様に相手のセットプレーは体を張って集中することです。はい、ペトロビッチ監督の指示でありました。さあボールは今アントラーズ、レッズがこうカバーしました。森脇、どうレッズがボールを運んでいきますか。今日は運ぶのにも一苦労です。前で収めて、これがナス、逆にアントラーズ敵陣に深く入ることができました。お互いにどうもうまく2本目3本目のパスが通りません。ドリブルで動かしてボールは梅崎に、先ほどはこの人起点になりました。梅崎入れる、面白い、中には興梠、青木がついていました。どうぞ。一方のアントラーズ、トニーニョ・セレゾ監督のコメントです。スリッピーなピッチコンディションを考えて、スペースではなく足元に出すよう意識しよう。この雨を蒸発させるくらいの情熱を見せろ。勝負を楽しめ、自分たちのサッカーを信じること、必ず結果はついてくると指示しています。なるほどね。これ福田さん、はい、楽しめっていうところがまたトニーニョセレッソらしいですね。本当ですね、今言われて この状況を楽しめたチームがやっぱ、勝ち点3を持って帰るんじゃないかなというふうに思いますけど ね、それぐらいやっぱりそういう部分っていうのは重要になってくると思いますね、さあ大事な局面です。コーナーキック、
これは大きなポイントになりそうです。柏木入れてくる、キーパー、もう一度梅崎、柏木に渡す、柏木左足、面白いボールが入ってきました。白い壁が立ちはだかるがミドルシュート狙ってきましたが大きく梅崎バーの上になりました。この梅崎がちょっとポイントになるかもしれませんね、まあ、ポジション取ってる左サイドでも少しポイントになってますし、はい、やっぱりこういうピッチコンディションで思い切りの良さっていうのは梅崎ありますから、はい、シュートのね思い切りっていうのでなんか少しね、はい、流れを持ってきそうな感じがしますよね、外しはしましたが梅崎が果敢に狙っていきました。まあ、なんかこう点を取りたいという気持ちがなんか伝わってきますよね。特にあの左サイドでゴール受けた時に右足が利き足なんでね、中に切り込んでからのシュートもしくはあのクロスですね、はい、非常にこう思い切りがあるんで、うん、まあ、鹿島としては非常に守りづらいじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、右利きで左サイドカットインして、まあ、角度をつけての右足のシュート、先ほどのようにインフロントにかけるシュートというのもこれ目立つようになってきます梅崎です。まあしかし水沼さん、はい、あのさっきトニーニョセレーゾがね雨を蒸発させるようなその勢いでって、はい、まあ言い方しますよね。チャンスこれがいいぞ、決定的だーセット。いやー大迫目の前にゴールがありました。素晴らしい崩しでしたね今のは。見事に抜け出ました、はい、今のシーン。完璧なタイミングでこれ裏取りましたけどね、決めることができませんでした。まあ、大迫はもうあれ以上ちょっとできなかったですね。加藤を褒めた方がいいかもしれません ね、うん、あなるほどね。加藤が非常にいいタイミングで、あの詰めましたからね、角度なかったですし余裕もなかったですよね。完全に崩しましたもん ね、 できなかったのもね。そうですね、非常にあの詰め方しましたね。なるほどね。お前に出るということに関しては非常に加藤いい選手ですからね、身長はあまりないですけど、はい、ポジショニングで勝負する選手なんでね、はい、加藤のナイスセーブです。うまく前に出て牽制をしてコースを外させました。牧野、まあ、ハーフタイムにペトロビッチ監督がこのセットプレーのことを注意してましたけど、はい、まあ、前半からやっぱりこの辺でのファールが、ね、ちょっと目立つんでね、はい、まあ、裏としては気をつけなきゃいけないですし、鹿島としてはもうほとんど、ね、チャンスになってますからね。そうですね、このセットプレーはね、あとはもう決めるだけという感じでしょうね。58分が過ぎました。この位置から野沢です。野沢が入れる面白いボールでヘディング、最後はまたバーの上になりました。今日はことごとくシュートが枠の外になります。アントラーズの攻め、最後はヘディングシュート、中田ちょっと伸びきるような格好にはなりました。両チーム無得点変わりません。手元の集計でのシュート数は浦和が6、鹿島が9です。原口が倒されました。レッズ阿部、阿部が前節は出場停止、阿部がいないとやはりちょっと違うなという、その意味では福田さん、阿部の存在感ってのは大きいですね。いやもうこのペトロビッチさんサッカーにおいて阿部の存在っていうのはもっと買いが効かないですね、その裏攻守の面にわたって、はい、あとゲーム運びですね、うん、まあ、それだけの能力を持ってますからね、はい、その阿部が縦に入れました。あーっと配送して攻撃、これがなかなかうまいように裏を突くことができません。もう一度取り返し、牧野がいった、そして原口、小さいパス、柏木、梅崎、マキノ、梅崎中に入った、右足入れる。今のは水沼さん狙ったんですかね。いやクロスだと思います、ね、なるほど、ふわっとしたボールを入れました。最後はキーパーです、曽我畑、ちょっと足元入ってしまいましたね今ね、吐き出すようなキックになってしまいましたからね。もう一度小笠原と中にいる野沢、その右のサイドバック西もなかなか思うように攻撃というわけにはいきません。今日は両者が倒れてボールは今アントラーズ、
阿部のファールを取りました。これもレッツは要注意です。野沢が蹴ります。面白いボール来ました。ヘディング、また右か。今日は枠を捉えません、中田。ただこれ水間さん、はい、セットプレーは感覚的には合ってますよ。ピタッとアントラーズはね、だいぶね人には合ってきました ね、ボールがね、はい、あとはバックを捉えるだけ。今日は1点が重くなってきました。61分です。 J リーグ20周年記念アニバーサリーマッチ、あの1993年の J リーグがスタートしてちょうど20年です。浦和レッズと鹿島アントラーズ、両チーム無得点のまま梅崎に倒されました。サイドがね、タッチ沿いにあれだけ開いてるんですから、はい、あれを生かさない手はないと思うんですけどね。なかなか思うようにね、思いかないですね、レッズはね。さあ、うまい感じだ、野沢、シュート、ナイスゴール。野沢の実にうまいシュートが入りました。 0-1 アントラーズ。水沼さん、はい、野沢は狙ってましたよ、ずっとね。狙ってましたね。それとやっぱりあそこの角度になった時に落ち着いてますよね。落ち着いてますね、はい、最初もダビがファーサイドに逃げてクロスだろうと誰もが思ったところを切り返してかわして、でまだレッツの選手が来ない、もう一回持ち直して、はい、ここですね、はい、でもう一回持ち直しますよね、はい、ちょっとレッツのディフェンダーとしては余裕を与えすぎましたね。これは野沢のナイスゴール。うまい勝利でコントロールしてのシュートですからね、抜群ですね、はい、メモリーマッチに得点を記しました野沢。まあ裏サイドとしては、まあ、阿部があのスライディングしたのはしょうがないにしてもですね、そのもう一回持ち直させてしまった、あの時間を作らせてしまったのはちょっといけないですよね、はい、あそこはできれば鈴木枝もう少し寄せられればね、うん、あれだけの時間はなかったと思いますよね。ただまあ野沢素晴らしいですね、はい、得点が動きました。これで試合展開がさあどういう影響を与えますか。 0-1 でアントラーズがリードしています。野沢は今シーズンこれが3ゴール目、後半の18分の得点です。ただこれ水間さん面白くなりましたね。そうですね、展開的にはやっぱりホームのレッツがこれからリスクをかけてくるでしょうし、はい、まあ、今ベンチの前ではね、ベドビッチホームコーチですかね、はい、話し合いをしてますけれども、まあ、今の鹿島の得点になる前ですね、はい、浦和が後ろでゆっくりビルドアップして、うん、まあ、鹿島はしっかりとブロック築いている中で鈴木啓太がこう無理してこう突っかけましたよね。でボール奪われてからのカウンターなんですよね、はい、今もこういう形になってますよね。うん、これ途中でカットしましたが、まあ、アントラーズにしてみれば狙いが分かる。そうですね、こうなってくるとダビが余計、はい、エリア内で転倒しましたがこれは取りません。ようやく興梠にボールが入ります。ボールはレッツ。さあどうする。右からの展開は、コーナーキックになりました。中田が体を入れました。右の平川、左の梅崎、そして中田は左のサイドバック。前に1人フルス対戦の興梠です。柏木曲げてきました。ナスが決めて追いつきました。1対1、21分、試合は振り出し。
役でだいぶ目立ってましたからね。いやそれにしても水沼さん、はい、ナイスゴールですね。いや、ね、素晴らしい。ナス尾骨骨折してるんですよまだね。あ、確かすごいこのタイミング、そして合わせ方のうまさ。ダビですかね、ついてたの。そうですかね、多分ダビだと思うんですけどね。完全に前取られてましたからね。まあ、前節の、ね、セレッソ戦も、はい、まあ、ナス点取りましたけど、はい、非常に効いてますよね、セットプレーで、ね、ナスのね。ナスが点を取りました。抜けたチャンス、面白い、うん、1対1となって、ちょっとこれ攻守の切り替えが早くなってまいりました。展開面でも何か影響が出てきます。1-1、ボールは鈴木、すぐに横にパス。まあ、裏にして大きかったんじゃないですかね。大きいですよね。先制点取られて早い段階に追いつきましたからね、バタバタする前に。そして2点目の、ね、失点をするリスクもあまりかけないで済みましたからね。はい、江塚さん、はい、どうぞ。この後レッツ動きそうですね、マルシュ・リシャルデス選手が準備をしています。アウトするのは14番の平川選手のようです。あ、平川を下げてマルシュ・リシャルデスを入れるという今情報が入りました。さあ、こうなるとこの両監督が1-1となってどう動くかというのも非常に楽しみです。ワイド誰が出るんですかね。ちょっと見当たらないですね、こうなってくるとね。左前梅崎です。梅崎開いた、縦に送る、コールキです。なんとかしようという気持ちが伝わってくるコールキです。そしてこの人入って随分流れ変わってきました、梅崎。そうですね、梅崎が非常にポイントになってますね。平川が下がってマルシオリシャルです。さあ、こうなると本当に位置が注目です。どうなりますか。森脇出したみたいですね。そうですね、それで阿部が下がったみたいですね。阿部が下がりましたね。で、柏木は多分下がるんだと思いますね。あ、なるほどね。マルシオリシャルですが入りました。そして森脇は右のアウトサイドに出ています。ですね、平川のところに森脇が入って、はいはい、で森脇のいたポジションに阿部が入って、はい、阿部のいたポジションに柏木が入って、はい、そうですね、柏木のいたポジションにマルシオが入りましたね。これはこれで福田さん面白いですね。かなり攻撃的だと思いますね、はい、さあレッツ動きました。ペトロビッチ、今日のメモリーマッチは譲れない一戦、両チームにとって。梅崎正面からもらって牧野、さらに横に出して、ここから柏木、ボックス内外は2人入ってきた、もう一度チャンスを作りますが、これハンドを取りました柏木です。まだ残り時間が余裕があります。柏木はちょっと一つ下がった方がプレーはしやすいかもしれませんね。先ほどまではまあ本当にシャドウの位置にいましたが、中盤の結構深めの位置に入りましたもんね。あのボランチですね。そうですね、ボランチですよね、はい。まあ、一つ前よりも一つ下がった方が今シーズンは比較的プレーしやすそうな感じですけどね、はい。ボールを戻して、これがアントラーズ、まあ、今年本当にやり方も分かってきて、柏木が前に入った時に捕まえられることが結構多いですよね。でボランチのところで前向いて、まあ、彼はやっぱりいろんなところ見えるし、視野広いし、ゲームを作れる能力もありますからね、はい。まあ、そういうところで後ろでちょっと生かしたいということがあるかもしれませんね。まあ、今水野さんのお話あったように、ちょっと柏木今シーズンですね、前だとかなり浦和対策でかなりその辺タイトにマークつかれてくるので、彼自由にボールを持てないんでね、リズムどんどん壊して崩していったようなシーズンですからね、今シーズンはね、はい、そういう意味では比較的時間があるところでプレーした方がいいかもしれませんね。梅崎から牧野、牧野ボックス内入れた、このボールが中目で、中田に当たってスローインはレッツです。さあ牧野も攻め上がりです。まあ、今みたいに牧野がサイドからこう仕掛けていくシーンというのはね、はい、あまりこの試合今までとかあんま見れなかったですからね、ああいうシーンが出てくるっていうのは浦和のペースになってきてますね。浦和が敵陣でポゼッションです。さあ浦和どうやってこれ攻めていきますか。ゆっくり回して、今最後尾にいるのが鈴木、そして阿部がいる。森脇は一つ前に上がりました。
それからマルシオ・リシャルデスがすでに入っています。ご覧のように金髪の独特なヘアスタイル、最終ラインからなかなかこの前に入っていくのにいい形でボールが動かないんですよね、はい、そこで、ね、鹿島はしっかりと抑えてるんで、ラスがボールを運びました。この距離感どうでしょう。牧野が来る、牧野が仕掛けに行く、さあ牧野チャレンジ、渡した、原口シュート、キーパーこぼしたがもう一回取り直し、よくキャッチしたね、はい、いや本当ですね、そうかとね、難しいボールだったと思いますけどね。今度アントラーズ、ちょっとアントラーズが先制点を取ったものの圧力を受けるようになりました。ダビ運んでいく、阿部がつきました、ダビかわす、ダビと阿部、阿部が蓋をした、まあ攻守にわたって信頼感抜群の阿部です。そしてダビ、まあ、阿部は本当にどこのポジションでもできますからね、そういう意味では本当に監督してみればありがたい選手ですね、はい、あとね、もう一つすごいのはやっぱ怪我しないんですよ、はい、怪我して休むことが彼はほとんどないですから、ただ試合中こう痛がりますけどね痛がりますけど、ほとんど試合に出ないことはないですから ね、なるほどね、すごい丈夫ですよ、それ水野さん大事ですよね。いや大事だと思います、本当に監督としてはありがたい選手ですね、ですよね、はい、まあ、僕もコーチやってましたけど、まあ、阿部みたいな選手があと2人3人いないかって必ずどの監督も言いますからね。なるほどね、そのやっぱりこう戦術理解度もありますし、はい、丈夫ですしね、はい、マルシオは渡して前に行きました。そのマルシオに来たいいボールが入りそうだ、マルシオリシャルです、いいボールだ、今の柏木のパスはすごくないですかね、素晴らしいです、はい、柏木らしいパスですね、逆サイドを見てってあの近い方のサイドっていうんですかね、はい、全く見たようなサイドに出しましたからね、あれやっぱ柏木の良さなんですけどね。そしてマルシオリシャルデスのグラウンダーのクロス、最後はコーナーキックに変わりましたが、まあ、ディフェンスもよく戻りました。アントラーズ、さあ2枚替えがこの後ありそうですが、アントラーズその前にコーナーキック曲げてきました、レッツもう一本、これマルシオ入りましたから、はい、かなりこっち側からのキックっていうのはかなり精度高いですからね、うん、まあ、鹿島は相当集中しないといけないと思いますけどね。この人が今度はキッカーです、右足です。さあインスイングでゴールに向かってくるボールになりますが、遠目を狙ってここは合いませんでした。八塚さん、はい、どうぞ。アントラーズベンチ、先ほどありましたように2人の選手が呼ばれています。ミッドフィルダー10番本山選手とミッドフィルダー13番中村選手です。あ、今日は両チームお互いにあの純然たるフォワードがベンチにはおりませんので、まあ、こういうような流れの中で本山そして中村を入れる、キーパーの曽我畑、頭でついたボール、まだ落ち着きませんがジュニーニョ、アントラーズの攻め、右に展開です。ようやくサイドを使うようになりました。一度出したボール、西から渡す、野沢入れる、ジュニーニョ来る、シュートはここで持ってダビージュニーニョ、オフサイドがありました。よくついてましたというか体当ててましたね、ダビに対してね、ダビ決定的にも見えましたが、その前ちょっと見てくださいこれ、ジュニーニョ、このワンタッチのターンすごいですね、うん、今のね、ジュニーニョのね、はい、ちょっとまだ水村さん分かりませんね、このゲームね、分からないですね、74分です、まあ、ペナルティエリア近くになってきた時の野沢の本当にパスは、はい、素晴らしいですよね、そして福田さん、これレッツは要注意ですね、このセットプレーは。いや本当そうですね、本当にね厳しいシーンがずっと続いてますからね、セットプレーに関して言うとね、はい、マルシオ・リシャルデスの位置をちょっと注意をして、さあ野沢蹴ります、フリーキック狙ったのかな、すごいとこ蹴った、狙いましたね、今の狙いましたね、加藤です、いやすごいとこですよこれ、
加藤当然今前にかかってましたからね、はい、完全に裏つかれましたけどね。あれならば本当にバーの下っ面当たって入るようなところですよね。いや本当そうですね、触ってなかったら入ってますからね、はい、さあコーナーキックになりました。小笠原光雄、レッズピンチが続きます。アントラーズチャンス、小笠原入れる、流した、落としたボール、レッズクリア、原口が前に持っていきました。体を張って興梠です。ファウルありません。安塚さん、はい、どうぞ。先ほどの本山選手、中村選手の交代ですが、8番ジュニーニョ選手、11番ダビ選手と交代のようです。はい、ジュニーニョとダビを下げるという、そういう情報が今入りました。そして本山と中村を入れると、そういう情報です。残り時間があと14分です。マルシオ・リシャルです。アドバンテージを見ています。そのままレッツ上がって、梅崎、また梅崎引きつけた、梅崎渡す、牧野、キーパー、まあ、梅崎が引きつけるだけ引きつけました。そうですね、今牧野も非常にオーバーラップしましたけど、はい、梅崎自分でやった方が良かったかもしれませんね。あ、なるほどね、これも面白い。さあこのキー、入ったボール、興梠、キーパーの菅畑、レッツ、はい、どうぞ。アントラーズベンチ、中村選手が今ペンディングになりました。本山選手だけが交代のようです。11番ダビ選手と変わります。そうですか、状況が変わりました。したがって中村ではなく本山一人ということになりそうだ。ゴール前クリアです。チャンスはレッツ、まだあるぞ。鈴木、ここですね、梅崎のとこですね。梅崎、いや面白い、来た、興梠クルスにお見舞い、嬉しいでしょう。2対1、興梠のもとに集まります。選手待ちに待ったこの埼玉スタジアム2002でレッツのユニフォームを着た興梠がアントラーズ戦に決めました。まあ福田さん、いや、よく、やっぱ梅崎からでしたけどね、見事です。微妙だと思います。これはね、微妙というよりはオフサイドかなという感じもしないでもない、映像で見るとオフサイドですけどね、やっとこれイエローカードが出されているのは、小笠原か、もう一枚出そうだ、今度はダビ、ただちょっと場内に今の映像流れてしまって、選手やっぱ興奮してしまいますからね。そうですね、ちょっとカードじゃないとね、収まらない形になっちゃってますけど、いやー、これは我々も放送席で見て、そして今 VTR を見て、まあ、福田さん、確かにオフサイドポジションが見えました。興梠のいたポジションはオフサイドポジションですね、確かにね。ジャッジはしかし得点、はい、2対1で、その後です、抗議があって、今、ダビにも出されました。それからその前に多分小笠原だと思いますけどね。そうですね、最初小笠原でしたね。ですね、小笠原にも出ましたね。あー、なるほどね。ちょっとまだ収まらないのはアントラーズ。まあこれですね、さあメンバーの交代がこの後ありそうですが、はい、今の失点を受けましてセレーゾ監督2枚替えを決断しました。そうですか、まずメンバーの交代、ジュニーニョが下がります。そして中村が入ります。それから本山が入ります。
そしてダビが下がっています。これで1点も追わなくてはいけない鹿島アントラーズ、まあ、アントラーズとしては納得はできないでしょうね、はい、はい、ボールを引き取って、ただ福田さん、はい、試合は始まっています、流れています。そうですね、もうこの2回時間で1点を取りに行かないといけない。そうですね、鹿島としては本当にね、切り替えてやっていかないといけないと思いますね、はい、まあ、本当に、ね、厳しい状況だと思いますよ。その辺の気持ちをしっかりコントロールしていかないとね。そうですね、はい、やっぱりあと残り10分ですが、とにかく1点取るために集中してやらないといけないと思いますね、はい、ダビを、ね、外したというのが決断ですからね、うん、セレーザ監督もね。そうですね、思い切って外しましたね、大きな決断ですよね、やっぱりね。哲也さん、はい、どうぞ。レッツベンチ動きそうですね。呼ばれたのは、6番山田信久選手です。山田信久出ますか。そしてアウトするのが13番の鈴木選手のようで。ああそうですか。いやこれはこれで、まあ、後ほど伺いますが、福田さん、山田も嬉しいですね。いや本当ですね、山田信久、今シーズンはまだ出場がありませんでしたが、いよいよスタンバイという。J リーグの2年目ですかね、94年にデビューしてますからね。そうなんです、従って19年浦和レッズなんですよね、はい、最初はフォワードで、ね、デビューしたんです、はい、僕2トップ組みましたけどね。そうですか、はい、それからサイドバックにずっと定着して、まあ、ボランチもやります、センターバックもやりますからね、どこもやりましたよね、はい、チャンスになるのかな。ボールは今、うん、まだ浮いているアントラーズ。さあ1点を追いかけるアントラーズです。右前のスペースに送りました、つなぎました、ここはレッツが守ります。ただね、福田さんが途中でおっしゃったね、梅崎が何か鍵を握っている、まさにその通りになりましたね。そうですね、やっぱりちょっと左サイド梅崎は非常にね、カットインしてもいいですし、梅崎が時間作れるんで、牧野が上がっていける時間も作れましたよね、はい、違いをうまく生み出しました。そしてこの興梠ですが、水間さん、はい、まあ、しかし興梠にとってみれば本当に価値ある1点ですね。まあそうですよね、本人にとって一番欲しいゴールという結果がこの試合で出ましたからね、安塚さん、はい、実はシーズン前のファン感謝デーで鹿島からゴールを取ってほしいとサポーターの皆さんから言われたそうなんです、そこで約束をしたんですね。だから絶対に決めたいんだという気合は入っていました。そして今山田信久は今シーズンの初出場ということになります。J リーグが開幕して2年目のあの1994年にプロ入りしました。37歳山田が今シーズン初めてピッチの上に立つことになりました。浦和ではちょうど20年目のシーズンになります。まあ先ほど阿部の話をしましたけど、ね、はい、山田もやっぱ怪我の少ない選手なんですよ。そう、そうだね、はい、それはやっぱすごいですよね、さてボールを持って渡したシュートチャンスもらったか、マルシオ・リシャルですがちょっと足元滑りました。その間にボールはアントラーズ前線、大迫がいます。さあどう逆に1点を取りに来ますかアントラーズ。あー最前線のチェック、興梠です。小笠原渡す、足元もらう、右が空いていました、呼んでいた西。アントラーズはまあ、ダビがいなくなってこう力任せのプレーっていうのはなくなってきたので、はい、期待するのは本山のもうゲームコントロールもそうですけど、はい、中村明日香がね、はい、こういうゲームで結果を出すと、うん、本当にチームにこう認められるというか、うん、抜群の信頼感を得ると思うんですよね。中村明日香22歳、今シーズンこれが7試合目の出場ですが大事なところでの起用です。独特のリズムで、ね、ドリブルしますからね、やっぱり前向いてこうドリブルで仕掛けていくシーンっていうのはやっぱり裏の守備を混乱させると思いますけどね、マルシオ・リシャルです。ボールもらってここから原口、うん、狙ってきました。最後はシュートで持っていきました。今のちょっと頭下がっちゃいましたね、右サイドにやっぱりフリーでね、はい、まあ、平川ですかね、森脇ですね、入ってきましたからね、それ使っても良かったかもしれませんけどね、今のシーンはね。残り時間5分になりました。さあアントラーズ追いかけるアントラーズ、残り時間5分、ボールをもらって引き取って本山前に送ります。大迫が読んでいます。ゴールキックに変わりました。
ずっとご覧のように強い雨、埼玉スタジアム2002は2対1で今浦和がリードしています。そして少しバスがかかってきました。はい、上空も少し見にくくなってまいりました。キーパー飛び出して曽我原、まあ、レッドでもこう複数のポジションをできる選手が多くいるっていうのは強みですね。山田もね、最終ラインで真ん中に入ることもありますけど、今ボランチやってますし、森脇、はい、も前に出ることができる、試合が下がれる、まあ、夏にしてもそうですけど、山田はお話のように入団した時はフォワードだったんです。そうですね、まあ、特にペトロビッサのサッカー、まあ、ちょっとね、オシムさんがよく使ってたポリバレントなんていうこともありますけど、はいはい、そういう能力が必要なサッカーをしてますからね、そういう選手がやっぱ揃ってるってことだと思いますけどね。山田はプロ2年目からレギュラーに定着をして、キーパー以外は全てのポジションをやりました。その山田が今シーズンの初出場。さあこの位置からアントラーズです。マルシオ・リシャルデスの位置をちょっと下げさせました。まっすぐ伸びた、ヘディング、おお、加藤がナイスセーブ。いやー、よく防ぎましたね加藤。今枠内捉えていました今のシュート。本当によくね防いだね今のは。まあ、体ちっちゃいですけど、やっぱり非常に反応いいですし、身体力高いんでね、はい、よく最後手伸ばしましたね。トランスのチャンスはまだ続きます。今度はどうだ。レッツがボールを取ることができず、アントラーズの攻めが続きます。全員が敵陣に入りました。ヒールでつなぐ、いやー、うまいね、チャンス。そのまま中を見て折り返し、遠めのボール左サイドに流れていきました。クリアです。レッツ、レッツさん、はい、どうぞ。本日の入場者数出ました。ボール独走、原口、原口シュート、キーパー、そしてもう1回、レッツ追加点、梅崎、3対1。原口のドリブルからのフィニッシュ、弾いたところ、梅崎ぐっと勝利を引き寄せる1点。大歓声に包まれてエンブレムにキスをして、上崎ガッツポーズ。水間さん、はい、いい得点が入りましたね。素晴らしかったと思います。まあ、ここで頑張ってコロギア、ね、原口のところに行った。多分上崎としてはこれシュートするだろうなって思ってたと思うんですよ、はい、だけどそれ対して今度はセカンドボールを狙うっていうことで、しっかりと切り替えてゴール前に詰めてるっていうことが、それが素晴らしいですよね。で、福田さんも再三おっしゃってましたけど、彼が入って本当にリズムとかその雰囲気がガラッと変わりましたよね。うん、梅崎の得点で3対1。まあ福田さん、はい、思えば宇賀神の負傷から始まったんですがね。そうですね、あれはしかし梅崎にとっては本当にいい働きにつながりましたね。まあ怪我でね、出場機会をちょっと失ってて、そういう気持ちもあったんだと思いますね。やらなきゃいけないという気持ちもね、イエローカードが出されました。これは今西に出されています。ただ3点目の今のカウンターのシーンというのは裏の狙い通りですね、はい、前線で興梠がしっかり起点になって、そして後ろから出てきた梅崎と原口でゴール取ってますからね、非常にいいカウンターだったと思いますね。原口がボールをドリブルで運んだ時にスタジアムは沸きました。そしてシュート、キーパーの曽我畑弾きました。その後詰めた梅崎ループシュート、この3点目は大きい。3対1、今ジャスト90分、追加タイムは4分です。Jリーグ20周年記念アニバーサリーマッチ、原口、今のはいいんじゃないですかね。中いませんでしたからね、シュートの選択が良かったと思いますね、うん、
足を出していったのは青木、そしてコーナーキックになりました。ああいうこう田口のポーズとかを見ていると、点が欲しいんですよね。この雰囲気に自分も入りたいっていうね。なるほど。ショートコーナーです。ボールは今タッチに逃れました。90分を回って追加タイムは5分、得点は3対1で浦和がリード。スローイン、マルシオリシャルです。落とした、柏木時間を費やしてレッツスローインです。まだ先ほどの手首がちょっとコール効いたそうです。引きつけた牧野、ボールこぼれて今度アントラーズ、レッツが奪い返しました。頭でつく。このゲームでレッツ勝ちますと勝ち点が20の大台に乗ります。アントラーズよりも1ポイント多くなります。順位が入れ替わります、まあ、試合数も、ね、1試合少ないですね、はい、そうですね、1試合少ないですから ね、まあ、今日の試合非常に浦和にとっては重要だったわけですよね、はいはい、連敗してセレッソ戦にやっと引き分けにして、はい、で今日の試合って非常に重要だったと思いますけど、はい、まあ、ここで、ね、勝ち点3取ればまた勢いというのはね戻ってくると思いますけどね、今日は山田信久も今シーズン初出場。山田はちなみに J1 の通算でいうと492試合になります。これも福田さんすごいですよね。いやすごいです、浦和の場合はその山田が入ってきた当初というのはなかなか勝てなくて、監督も毎年変わるような状況でしたから、はい、そういう中でやっぱり監督変わりながらもずっと試合に出続けてる、で当然怪我がないから出続けられるんですけど、はい、その辺も含めてやっぱ素晴らしいことだと思いますね、まあ、こういう、ね、記念の試合に時間を出場できるっていうのは本当に、まあ、彼にとってもね思い出になる試合でしょうしね。昨シーズンはいずれも浦和が取りましたこのリーグ戦。今シーズンのこれが最初の戦い、浦和レッズ鹿島アントラーズが3対1で浦和、大迫2人を引き連れるような格好になりましたが、中に入れたボールはそのままキーパーです。今日はいい動き、いい働き、加藤ずいぶん今日は目立ちます。加藤落とした。さあアントラーズ戻したのが野沢、そして西、点差が2点というのが福田さん、ずいぶん浦和はやはり余裕が出ますね。いやもう余裕あると思います ね、まあ、鹿島もね少し、まあ、2点差なんで少し慌ててますからね、はい、浦和落ち着いて戦えてると思いますね。サイドを変えてきました。西サイドバックです。野沢もらってもう一度前に、これが梅崎カット、そしてすぐに柏木、柏木に裏をつくボール、前線は登録とマルチオリシャルです。とにかくこの人フルスに1点を取りました。どうだ野沢、わすごいコントロールしましたけどね今ね。西から今度小笠原、今度は小笠原渡して西を使う、そして入れる、このボールはクリアです。そして今タイムアップ J リーグ20周年記念アニバーサリーマッチ2013 J リーグディビジョン1 11節浦和レッズ対鹿島アントラーズ、ゲームが終わりました。3対1浦和レッズがアントラーズを下しています。
野沢のゴールでスタートして、そして那須、興梠、梅崎と3点が入りました浦和レッズです。まあ、後ほど詳しくは伺いますが、まず水沼さん、はい、今日のゲームの印象を伺わせてください。まあ、非常に激しいゲームになりましたね、はい、本当に記念試合でどんなゲームになるようになるかなとは思いましたけども、まあ、結果的には3対1でしたけども、うん、まあ、2点目がやっぱり大きかったですね、はい、最初に1点アントラーズが取ってすぐに追いついたレッズ、そして2点目がまあこの結果を生んだのかなという気がしますね、本当に微妙なジャッジだったとは思いますけどもね、はい、今福田さん、はい、ウィアーレッズですがね、本当に見事な逆転勝利でしたね。いや、そうですね、先制されてその後すぐですねセットプレーから同点に追いついた早い時間に、はい、まあ、そこが一つポイントになったと思いますね。うん、今水沼さんがお話がありましたけど、やっぱりこの結果になったのはやっぱり2点目のジャッジのところには、うん、が一番大きなところのポイントにはなると思いますね。うん、まあ、試合内容としては本当に五分五分でしたから、はい、まあ、1-1 の引き分けっていうところがまあ妥当なところなんじゃないのかなっていうぐらいの力関係だったと思いますね。うん、はい、今ご覧のように両チームの選手が握手を交わしていきます。試合の方は終わりました。浦和レッズ対鹿島アントラーズの一戦、3-1、浦和レッズが勝ちました。雨の中、興梠選手です。今日は随分プレッシャーがあったと思います。ある意味水沼さん、はい、興梠選手は力が入るような条件が揃っていましたもんね。そうですね、まあ、本人はこう空回りしないようにとも言ってましたけども、やっぱり気持ち的にはね、どうしてもね、だいぶテンション上がってたような気がしますね。そうですよね、はい、でらしい動きも少なかったし、ボールもなかなか来なかったし、途中ちょっとイライラ感が募ってましたよね。はい、ありましたね。まあ、それにしてもよく点を取りました。こういうゲームで点を取るというのはしかし大きいんじゃないですか、今後のことを考えると。まあ、ある意味持ってる男だと思いますよ、うん、やっぱりフルス相手でこういうゲームで取りたいと思ってるゲームで得点ができた、まあ、彼のねこれから本当に、放送席そしてスタジアムにお越しの皆さん、勝ち越しゴールの興梠選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。あのゴールが決まった瞬間どんな気持ちだったんでしょうか。いや、まあ、ちょっとラッキーな部分がありましたけど、チームのために8年3取れたことはすごく嬉しく思います。この20周年のアニバーサリーゲーム、そして相手は古巣鹿島、特別な思いでこのゲームに臨んだと思いますが、まあ、鹿島に8年いて、移籍するときにサポーターの皆さんにね、何も言わずに、移籍してしまったので、この場を借りて鹿島サポーターに8年間ありがとうございましたという気持ちを伝えたかったので、伝えてよかったと思います。そして浦和のサポーターにもまだ認められてないんだと、ゴールを決めなきゃいけないんだという話をしてました。はい、まあ、個人的にねなかなか得点が取れない中で、最近もねチームも勝てなかったので、どうしてもねやっぱりフォワードの僕としてはやっぱ責任感がすごいありましたので、こういうふうにね、まあ、ラッキーな部分で点を取れましたけど、このチームに貢献できてよかったと思います。ただ気持ちはスタートから感じられましたよ。冷静にプレーできたんですか。いや、ちょっと、ちょっとテンパった部分はありますけど、はい、レッズサポーターの皆さんが後足をしてくれたので、はい、楽しんでサッカー、することができました。この厳しいゲームを勝ち切ったというのはチームとしても非常に次につながると思うんですよ。はい、またサポーターのため、浦和レッズファンのために一生懸命戦っていきたいと思います。応援の方よろしくお願いします。おめでとうございました。興梠選手でした。いや、もう本当にあの正直なコメントでしたね。そうですね。さあ、もう今日も苦しい時はこの人が救ってくれました。那須選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。リーグ戦2試合連続ゴールです。今日のゴールを振り返っていただけますか。いや、もう毎試合陽介とマルシとかいいボール来てるんで、本当当てるだけです。そして本当にいつも力になるという今日もサポーターの皆さんの後押しが本当に大きかったんじゃないですか。そうですね、まあ、試合前から本当にいい、雰囲気を作ってくれて、まあ、今回だけでもなくて毎試合本当に、レッズの力になってます。本当に感謝してます。ありがとうございます。那須選手でした。おめでとうございました。そして続きましてもう本当に
に後半から流れをガラッと変えました梅崎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ今シーズンねリーグ戦初ゴールですけど今のお気持ちをお聞かせください。皆さんお待たせしました。すいません。そしてゴール後は胸のエンブレムに思いっきりキスをしてました。そうですね、浦井の愛です。さあこの後は今日牧野選手そして杉浦コーチ関井ドクター皆さんお誕生日です。楽しい時間を過ごすんじゃないですか。みんなでぜひハッピーバースデー歌いましょう。おめでとうございました。梅崎選手でした。